ダックスライド式業務用食洗機、比較的大容量の食器洗い機、食器洗い機とは、食器を洗うための機械である。略して食洗機とも、食器洗い機とは食器を洗うための機械である。厨房設備の一種に分類される。類似のものとして、洗浄した食器を風で乾燥させる機能だけを持つ、食器乾燥機がある。業務用と家庭用では、サイズ、形状、 機能が異なっている。業務用食器洗浄機には、ラック式とコンベア式がある。また、可動式の蓋状のものをかぶせると、その蓋の内部が、食器洗い空間になる、スライド式のタイプもある。このタイプは食器を置くカゴが、複数用意してあり、シンクからそこへ食器を移し、それを滑らせ従業員に、体力の負担をかけないように考慮されている。いずれのタイプでも、 非常に強力な水流で洗うので、数十秒1から2分で洗い終わるが、洗浄音は外して大きい。また、業務用食器洗浄機には乾燥機能を備えていないものが多いが、すすぎの際には、摂氏80度摂氏90度の温水に、リンス剤が自動的に注入されるため、乾燥機能がなくても、比較的早く食器が乾燥し、食器が消毒殺菌される。 営業許可を受ける際に基準を満たした業務用食器洗浄機が設置されているとシンクなどの設置基準が緩和される。また食器の内柄スコップ専用の洗浄機としてグラスウォッシャーがある。家庭用のものは現在食器洗い乾燥機と呼ばれるタイプのものが主流。食器洗い機専用洗剤を入れて運転させることにより通十分から1時間ほどで洗浄。 すすぎ、乾燥が行われる。システムキッチンなどに組み込む、ビルトインタイプ、キッチンの片隅などに置く、卓上タイプがある。通常の手洗いでは使用できないほど、高温のお湯や高圧水流を使うことにより汚れを効果的に落とし殺菌効果も高い。1917年頃の手動式の食器洗い機、及びに、電動式食器洗い機史上初の食器洗い機は、1860年、 アメリカ人男性によって木製のものが開発された。ただし、これはハンドルを回転させることで使用済みの皿の上に水がかかる仕組みであり実用に耐えるものではなかった。その後、1893年にジョセフィン・コクラン夫人が作った手動式の食器洗い機が実用にも使えるということで世に広まっていく。1909年、ゼネラルエレクトリックが 電動式の食器洗い機を発売した。ミーレによると食洗機の普及率はドイツやアメリカが80%である。業務用においては早くから知られ、特に東京五輪が開催された1960年代には外食店の新規開店とともに食器洗い機が一気に普及した。これに要する専用の洗浄剤は当初は粉末であり、 洗濯機動用にオペレーターが適正濃度に希釈して使用していたが、業務用のそれは高アルカリの劇物であり、素人が使うには危険が伴った。そこで洗浄剤メーカーは粉末の代わりに液体の洗浄剤を開発し、これを電動ポンプ、または機械的に一定量供給する制御装置を取り付けるようになった。これによりオペレーターは安全に、 食器洗いに専念できるようになった反面、洗浄剤の存在が意識されないので、しばしば低濃度、あるいは温水だけで食器が現れるケースが発生する。それを未然に防止するため、現在では何らかの方法で洗浄剤切れを知らせる、アラームが備わっている。常実の通り新規開店とともに、業務用食器洗い機が普及したという背景があったため、各洗浄剤メーカーは上がって、 自社の洗浄剤を指定してくれる、要食器洗い機メーカーに単願するようになった。この力関係により、現場における食器洗い機の通常のメンテナンスは、洗浄剤メーカーが営業のどに行う、という暗黙のルールが長く続いたが、やがて経年劣化に伴う食器洗い機の買い替えといった現場のニーズは洗浄剤メーカーが把握するようになった。後には、 食器洗い機メーカーの側から自社製品を導入する用洗浄剤メーカーに依頼する立場となり、現在両社は共存共栄の関係となっている。日本では1960年、松下電器産業によって家庭用の食器洗い機第1号が発売された。しかし当初は、サイズや機能、価格の面で難が多く普及は進まなかったが、1996年頃に、 各社からコンパクトで低価格な卓上型の製品が発売され、また、ちょうどこの時期に、o、O-157 食中毒が流行したことも、相まって一気に需要が伸びた。当初の家庭用食器洗い機はおよそ100リットルもの、大量の水を使うものであったが、ブーメランのツルと同社が命名した水の反動力で回転する仕組みの採用によって、 それが9リットル程度の水消費で抑えられるようになり、手洗いするよりもむしろ節水になるところまで改良された。2001年には日本での世帯普及率が10%を突破し、2003年には卓上型の売り上げが初めてビルトイン型を上回った。2003年1月31日の施政方針演説で小泉純一郎首相は食器洗い乾燥機、 薄型テレビカメラ付け携帯電話を新三種の人技と命名した。また2004年4月13日にパナソニックが白物家電の食器洗い乾燥機 IH クッキングヒーター生ゴミ処理機をキッチン三種の人技であると提唱した。その後、ビルトイン型の需要は安定する一方で卓上型の売り上げは2003年をピークに徐々に 減少し、日本の大手メーカーではパナソニック、三菱電機、先立たち、東芝、シャープ、西洋電機、増印魔法瓶、等々などが製品を発売していたが次々と撤退、2010年時点でパナソニック、東芝、増印魔法瓶の3社が生産していたが、東芝、増印の2社は2012年までに相次いで生産を終了しており、 現在、卓上型の生産を続けているのはパナソニックのみとなっている。2014年調べのデータでは、日本での普及率は約28%に止まっている。ただし、奈良県では49.6%、沖縄県では19.6%と、地域によって普及率に大きな幅がある。現在の卓上型食器洗い機は、日本の住宅事情に適応したコンパクトなサイズ、 優れた省エネ性、音の小ささなどから海外でも人気が高い。また、節水効果が高いことから食器洗い機の購入に補助金を交付している実地帯もある。食器を入れずに普段の2倍の量の洗剤を使用して運転することで、庫内の製造が可能。中にはメンテナンス専用のお手入れコースが付いた食洗機も販売されている。メンテナンスを怠ると、 食器の洗い上がりに影響が出るに加え、食洗器内に匂いがこもる。専用の洗剤には、消臭機能、抗菌機能がついているものも販売されている。ありがとうございます。